大きめのマカロンがたっぷりのピスタチオとカスタードのクリームを挟み、上にはイチゴが乗ったケーキ。浅口市の岡山山陽高校製菓科の生徒が大手菓子メーカー不二家と共同で開発したスイーツです。去年9月、横浜市で開催されたスイーツ甲子園に出場した岡山山陽高校は、上位入賞の副賞として不二家とコラボスイーツを作る権利を獲得しました。高校生たちはデザインや食感などについて不二家の担当者とオンラインで打ち合わせを重ね、このほど商品が完成しました。すごく豪華になってて、なんか見ただけで笑顔になるようなケーキだなって思いました。季節を感じられるようなそのケーキの見た目や、お客様に美味しい状態で届けられるように形、ケーキの形などを工夫しました。高校生らしさのポップさもありつつ、そのお客様を笑顔にしたいっていうすごい思いの詰まった商品だと思います。このコラボスイーツは来月4日から全国の不二家の洋菓子店で販売されることになっています。